皆さんこんにちは、ミカです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、いつもと趣向を変えてのぶさんと一緒にアフレコをしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こんにちは、のぶです。お願いします。本日は次男のサッカーの遠征で初めて滋賀へね、向かっているんですよね。今日はすっごいいい天気でめちゃくちゃ暑い。あー、新幹線新幹線よね、これ多分新幹線やと思う。勝手に新幹線やと思ってね、興奮してこっちでは走ってないからねはい、ここはもうね、滋賀県にある彦根城の近く、もうふもと、なんていうの、彦根城の横、うん、彦根城へ向かうための道。そう、だから彦根城をなんかこう車で走るやろみたいな感じだったよね。ね、お城の中をね、そう走ってるような感じでした、うん、まあ、駐車場を探しているところです。はい、で駐車場見つかってサッカー場へ行ったところ。うん、ね、木の陰でね、見てました。日当たったらもうとてつもなくね、そうやね、暑くてやけどするぐらいやって、うん、これね、彦根城やと思います。遠くからしか見えんかったんですけども意外となんかちっちゃくて、これ彦根城なのかなって思いながら撮影してみました。で、彦根城の前にこういう食べ歩きの道があるよね、うん、あ、ここクリリンっていう、クリリンのぶさんの好きなドラゴンボールのクリリンみたいな、モンブラン専門店、うん、ソフトクリームの上にモンブランをビューってかけてくれるという、素晴らしい組み合わせやね。美味しかった ね、 ね、食べたいね。最高じゃないこれ、うん、ソフトクリームとモンブレンで、そう、最高。ソフトクリームも北海道のソフトクリームで、うん、ームこれも美味しかったよね。濃厚、うん、めっちゃ美味しかった、うん、完成です、うん。これ前イオンのねところにもなんかこういうのあって、ああ、うんうんうん、うん、どこにでもあるのかな、あるのかな、なんか京都なの、京都のものなんかと思ったら、うん、滋賀にもあった。でもこれは美味しかったよね、美味しかった。本当はね、この日は朝5時過ぎやったかな、うん、に出発して、そっから私車の中で寝あったから、うん、なんか朝ごはん食べるなんか時間とかも寝過ごしたというか、それですぐ着いてすぐ試合を見たりとかしちゃったからさ、うん、食べる間もなくもうこの時間は3時半ぐらいなんだけど、初めて、うん、この日初めて食べたっていうこれが食したデザートデザート、朝ごはんなのかお昼ごはんなのかみたいな美味しかったね。美味しいね、本当に美味しかった。あんまり今食べたいね。食べたい、うん、うーん、冷たかったしね、美味しかった、ね、最高。これあのソフトクリームをかき氷にも変えれるんで、夏はね、うん、かき氷バージョンもあるようです。一緒にさ、なんかこう一緒に食べたわけじゃないけどさ、なんか他後ろで食べ合った人たちはかき氷にしてある人が多かった、ね、うん、多かったね、うん、多かった。断然でも絶対ソフトクリームやよね、うん、そう、同じ値段やね、同じ値段やしね氷もなんか、うん、かき氷の方は何、餅がついてた。あーね、うん、餅？なんて、白玉？白玉？そうそうそう、うん、あ、こう。で、次もかき氷屋さんみたいなところやったね。ああ、まあここら辺は。うん。でもすごかったのがさ、ペットも一緒に、うん、ああ、そう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 。うん、ロロちゃんも行けると思って。そうそうそう。あ、これ、うん、夢京橋キャッスルロード。キャッスルロードか。うん。暑いんですよ。暑かったよね。ここも暑かった。うん。あ、これ醤油、あ、醤油プリンね。なんか、あ、チャレンジャーじゃないからチャレンジはせんけど、なんか面白いものに入ってた。やっぱここら辺、滋賀県は近江牛がね有名なので、近江牛を使ったお店が多かったよね。うんうんうん、うん、多かったね。でもさ、平日やったので
定休日が多かったよね。この日水曜日やったんですよ。 そしたらもう何件か。そう、あ、そうそう、この後ここに行きたかった、あのコロッケ。あー、コロッケ、はいはい、と、うん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 、そう、絶対食べる気満々やった、うん、口の中もコロッケやってんで、うん、そしたらね、定休日だったんですよ。そう、しかもここじゃなかった、牛丼もあったとこ。そう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 、その牛丼を食べたかったのに大見牛のね。そう、割りショックやったね、これは。ショックやった、うん、定休日あるん、うん、ちょっとやっといてほしかった ね、 ね、これね、これね、そう、これ牛丼戦果、うん、近江牛の肉やった、うんうん、これ食べたかった。呆然、私は呆然としておりますそっちはコロッケ、こっちは牛丼そうそう、うん、そう、あ、ヒコニャンね、ヒコニャンね、めっちゃ可愛いのよ、ヒコニャン、ヒコニャン、もうさ、いたいるところにヒコニャンがおるからさ、ヒコニャンのファンになってしまってなんかね、こたるごとになんか買おうかな、買おうかなってやったもんね。そうそうそう、もうこれ本当にお土産も物マジックやね、うん、お土産物マジック、うん、こっちが奥へ行くと彦根城、彦根城、その前がね、こういう食べ歩きのとこ、うん、ここがたこ焼き屋さん、たこいちさんです。たこ焼きが売ってるんやけど、ここではチーズたこせんを注文しました。なんでかって言ったら、この行く前に YouTube で調べたら、このチーズたこせんがね、なんか出てきて美味しそうに見えたので買ってみた。暑いからね、たこ焼きも食べたかったけど暑くてさ、目が暑いとこで暑いの嫌やもん。あー、見て、ひっこにゃん、あー、ひっこにゃん、このね、巾着欲しかったんやけど、小銭がなかって買えませんでした巾着好きそうやよね、欲しかった。今ちょっと後悔した、うん、はい、できてきましたよ、チーズたこせんです。チーズ入ってたの、そうそう、ラムネも買ったのに買った。暑かったもんね。暑い。でも本当喉も渇いたあったやん。うん。うん。タコせんがちょっと意外にもパリパリ感がなくて。そうやね。うん、ちょっと。ちょっと。で、私結構さ、家でもタコせん作るやん。うん、だからこのなんていうの、パリッとした感じがさ、ね、うん、あの歯切れの絵。そう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 。で、だんだんとあのソースで湿ってくるみたいな感じが好きなんやけど、最初からちょっとあれだったから、うん、あ、見て見て、器屋さん、めっちゃ可愛い。あ、これは可愛かった ね、動物好きやからこんなの好き。ソフトクリームですね。あー、美味しいよ今食べたい。アイスアイスになっていくからね、さっきのクリリンと、うん、あ、オーミバーガー、オーミバーガーね、これも美味しそうやったね。うん、ステーキソースバーガーやって美味しそう。スーパーロングポテト。絵がまたなんか、うん、ええ味出してあるね。まあちょっと食べてみたかったけど。うん、あ、で自販機やね。うん、喉乾いて。うん、そう、もうむっちゃ喉乾いたあったのこの時本当に。これこれ、ヒコニャンのコンペイトがめっちゃ欲しかったんやけど、780もして買わんかった。まさかでもこんなとこに自販機あるとは思わなんだね。この裏にもね、ブワーって自販機あるので。そうそうそう、うん、あ、でこれがその今ジュース買った裏側、ヒコニャンとツーショット。そう、裏自販機の裏側にヒコニャンがおったんね、うん、ヒコニャンに会いたかったんやけどね、うん、よかったね、会えて 2D やけど、うん、よかったわあ、これお芋屋さん、なんていうのこれ、あの芋けんぴみたいな、芋けんぴ、うん、これすごかったよ、ね、すごいねこれね。もうほんと買うか買わんか悩んで悩んで悩んで買いませんでした、うん、なんかもう栗やったし、最初食べたの甘いもの続きでさ、まあ、ただそのもうむっちゃ暑かったから、なんかそのそ、ね、あれやね、なんかこれ、あのヒコニャンのコッペパンで、ヒコニャンの焼き印がついたパン、
これはちょっと欲しかった。この上のところにね、ヒコニャンの焼き印がついたあったの覚えてない？めっちゃ悩んだやつやで。あのコロッケ挟んだるのか卵にするかみたいな。おー、器屋さん、器屋さんも多かったね。うん、多かったか。うんうん、いくつかあったね。でね、結構時間かかるかなと思ったら40分ぐらいで終了して、そう、あのここのね、回るの ね、うん、うん、彦根城さようなら滋賀といえば琵琶湖よね。絶対琵琶湖見ないとって思って琵琶湖探しの旅に出るんですよ、うん、そうやね。でもなんか感覚的にそう、ま、こっち行ったら琵琶湖ありそうと思ったら多分これ琵琶湖やよねって言いながら、だってさ琵琶湖ですよっていう看板がなくてさ、見たら海みたいやし、そう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 、なんかもう大浜の海にでここが琵琶湖に一番近づけるスポット、スポットたまたま見つけてね、ちょっと意外となんかこう海みたい、本当に海みたいやったよね、うん、ね、水平線で、そうそうそう、波もめっちゃ大きい、パッとあるし、うん、そうそう、波があったから、ね、うん、なんで、ね、ね、湖、そう、本当に湖で本当に琵琶湖なのかっていうのをずっと疑いながら撮影しました。そうそうそう、琵琶湖でありますようにそうそう。で1日目はまあ滋賀の遠征に行って、その次の日は私たちの夏休みってことでね、三重県へ向かいました。あ、これこれこれ、ここね、これ夕食ね、その日何っていう名前やったやろ、忘れた、ここ名前忘れた、これ後でテロップ入れておきます、うんうん、そうそう、ここがしゃぶしゃぶの食べ放題で、あと創作料理みたいなのが、あのついてくる、うん、あの取り放題なんやけど、うん、これも本当に手作りで2ヶ月に1回変われんってからってメニュー。ああそうなんや、そうなん、へえ、また2ヶ月後行かなかった、うん、そう、本当は和食里に行く気満々で、そう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 、和食里に行きたくて半年やったや、うん、やっと行けると思ったら急にここが現れて、ね、そう現れてんよ、ここはって言うて、うん、でネットですぐ調べたらさ、うん、もう私の好きなさ、なんかこう創作的な感じとか、デザートとかがまたね後で出てくるんですけど、すっごい良くて、うん、こっちへ飛びつきました、うんうん、人も多かったよね、多かった多かった、うん、そうそう、でタレもねいろいろあるんだよね、これ温泉卵を入れて、うん、タレも自分でねこう入れてきて、うん、その卵とか温泉卵とかもなんか全部トッピングして自分で入れるんよね、うん、そうそう、なんなんかこのバリエーションがね、うん、自分でそうそうそう、これのぶさんが選んだ、うん、あー美味しそう、うん、ここもう一回行きたいけど、うん、行きたいね、行きたいけど、ね、もうあれやね、うん、もうどこかわからん、わからんね、チェーン店、これが私が選んだ一品たちです、うん、でね、あのめっちゃ嬉しかったのがごぼうの唐揚げがあって、あーいいやったね、そう、美味しかった、美味しかった、あーそうな、めっちゃ美味しかった、これナス、ナス、ナスね、何もしてない、生のままで、うん、なんかオイル、うん、ガーリックオイルみたいなのに使ったって、うん、マリネって書いてあったから、ナスのマリネ、うん、めっちゃ美味しかったよ、あそうなん、そう、ヤングコーン、なんか夏野菜の何やったのか、マリネみたいな、マリネばっかり、マリネばっかり、これグラタンマリネを欲するのよ、うん、マリネこれね、和風の和風のポテトサラダ食べんかった、食べてないね、だし香るポテトサラダやったかな、うん、美味しかった、美味しかった、めっちゃ美味しかった、それがあ、それがごぼうの天ぷらか、あじゃあごぼうの唐揚げ、あごぼうの唐揚げ美味しかった、ごぼうって縁やで、若返りやこれまた店やミカでもこれ食べたらもうお腹いっぱいになるんじゃん、こんなごぼうの唐揚げのこれ一個だけの結構ボリュームっちゃう、しゃぶしゃぶ食べて、あもう本当に幸せで、もつもあるやん、牛もつ、そう、あ
味しかったよね、もつの。食べた、うん、食べた。めっちゃ美味しかったよね。うんうん、あ、これ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 。そう、これをね。生絞りモンブラン。そう、これ、ちょっとあの、ね、昼、さっき。そう、クリリンでね、そう、あの、得た知識で、うん、ソフトクリームの上にかけました。そう、本当はこれなんかあのケーキの上にモンブランかけてくださいねってなったんやけどソフトクリームをね取ってきて、うん、そこにモンブランかけてまたナスナスナスお腹いっぱいの時にナスでちょっと落ち着かせる。これこれこれ、このハーブティーのポット、これがね、うんうんうん、すごい画期的で、これスイカのハーブティーで、ここね、このスイカのハーブティーを入れるかどうしようか迷いやった時に、うんうん、なんか知らん人がスイカのハーブティー入れるとめっちゃスイカの香りしてきて、うん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 、スイカにしました。あ、これこれスイーツ、私のスイーツ取りすぎやろって感じやね、これそうやね、食べれるんかってこのさ、ガトーショコラ抹茶のケーキでチョコレートケーキはほぼノブさんにプレゼントした食べる気だけはあるんやよねある、食べたい気持ちはすっごくある。だからこれを食べてグレープフルーツを食べて、おさ、あっさりさせてこってりしてってしようと思ったけど、けど結局はでも結構食べたね。まあまあまあで次の日は三重県の長島ジャズドリームへ行きました。久々やったね、行ったの久々。もう子供ちっちゃい時は、ね、10年以上前か、うんうんうん、ね、行った行った、あの時は行ったけどね、うん、そう、めっちゃ暑かったけど。暑かったね、ここも本当に暑い。暑かったよ、うん、平日やから人が少なくて、うん、そうやね、それ良かったけどね。でもう早めに着いたからさ、うん、人っ子一人おったわ。人っ子一人はおったよ、うん、全然空いてないね、まだ、うん、そうそう、これさ、まださ散歩中です。入って、うん、入ってすぐの時やね。リンゴ飴、ね、あー美味しそうやね。結構どこにでもあるよ ね、カットしたリンゴ飴、最近流行りなの。流行りないね、リンゴ飴、うん、美味しいよね、うん、食べたことないけど、これは、うん、うん、まあ、でも美味しそうやね、見た目。でまたあのこのキッチンカーがすごい可愛くて、いろいろ泊まってたけど、うん、夏はちょっとね、うん、ねえ、外で食べるのはちょっときついね。もうなんかクーラーの効いた中で食べたいよね、うんうん、もう暑すぎたね、うん、いろんなとこにさ、あの椅子とかテーブルとか置いてくれてあるから、うん、食べやすいのは食べやすいけど、うん、秋以降そう、ね、かな。でここここジェラピケのクレープ屋さん、もうこれね、前にあのジップかなんかで見てて、もう絶対行きたいと思ってた。あ、ジップでしちゃったんや。そう、ここ多分期間限定でここに来たあるのか、よう分かる、そうな、うん、分からんけど、これ見て見て、クマが乗ったクレープ。これクレープなん？そうなん、こっちがクレープ。そうなん、これクレープやったんや。サイダーと。へー、でも1200円するからちょっとね、クレープに1200円かと思って。そうか、やめました、うん、でもこのクレープは絶対食べたかったから、違うものを注文。さあどれでしょう、いつもの、いつもの私といえばシンプルイズベストです。信じられん、シバーバターを頼みました。信じられん見て、ほら、むってなったらめっちゃく、ま、生地が美味しかった、ま、確かに、うん、確かに美味しかったけどね、うん、今まで食べたクレープの中で一番生地美味しい。いや、本当に美味しい。まあでも美味しかったよ。美味しい美味しい、うん、なんかパリッとカリッとして、なんかもちっとして、うん、でバター、バターもすごいこだわったんで、だからバターの香りもすごい、ああね、で甘い、うん、最高最高最高、できれば。これさ、いつもやったらさ、半分ぐらい食べたらのぶさんにね、食べてって言って渡すんやけど、うん、なぜなのか、他のものも食べたいからね、うん、でもこれは全部食べたかったでも恨めしそうに見るのぶさんに渡さずにはなりませんでしたなんでこれガチャガチャ取ったなんかなんでやろうここパン屋さん、ね、あー、ここも、うん、そう、パン屋さんも迷ったんやけど、そうそうそう、ここへ来たね、うん、
朝ごはん食べるのにさ、うんうん、これね、どこにするか迷って、結局ここのハンバーガー屋さん、うん、そう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 、ここ多分有名なんやね。有名なんかやったっけ、なんかクワ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 からん。まあ後でちょっとテロップを、うん、ああこれは美味しい。今またもう一回食べたいな。私はサンド、BLT サンド、BLT サンドのセットね。セット、うん、こっちは僕の方が何だっけ、これチリバーガーみたいな。チリバーガー、うん、なんかそんな感じだったね。でもさ、のぶさんの方が2000円近くせんかった。した1600円で450円のセットつけたら2000円超えたったよね。これで2000円やで、うん、すごない、うん、で、まあまあね、都会価格やね、うんうん、そうやね、すごない。美味しかったけどね、うんうん、こういうとこってさ、あのパンが多いじゃんね、バンズ、うんうんうん、ハンバーグも美味しかったで、美味しかった、うん、ポテトがまた美味しかったよね。そう、ポテトもね、カリカリっとした感じ。そう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 、めっちゃ美味しかった、うんうん、すごいね、肉厚、うん、私のも美味しかった、めっちゃ美味しかった。ミカ心配しちゃったよね。これ2つで足りるかなとか言ってね。こんな2つで足りるんやろかとか言うて、物の見事に1個しか食べれなんだよね。びっくりしたもん。2個で足りるかなって言葉聞いた時、写真ちっちゃかったんよ。じゃあハンバーガーとかもちっちゃくなかった？そう、そんなことなかったよ。写真より大きく来たからびっくりした。あ、そうか、うん、美味しかった。これはね、ちょっと、うん、あの家でも作ってみようと思った、ね、うん、だってベーコンとね、玉ねぎとトマトとレタス入れたね。うん、そうやね。あの、あとソースとかね、うん、素晴らしい、うん、あの、あ、俺も美味しかった。いただきました、うん、だから勉強代やと思ったら、うん、せやね、うん、いつもそう思うよ。高いと思うけど、こういうこと、こういうの見たらさ、家でもやってみようと思うやん、うんうん、そしたらちょっとそれでね、なんか知識を得たみたいな感じで、お勉強できたみたいな感じで、ね、知識代っていうのもあるね。そうそうそう、だから全然、さっきのクリリンとかもそうやん、ソフトクリームに上にね、もうその日の夕食にまた再現できた。再現できた、そうそう、うん、めっちゃハワイやったよね。そう、ハワイっぽかったよね、うん、ここね、うん、音も音楽もそうそうそう、ハワイやったし、クワアナ、あ、違う、クワアナや、クワアナってところ。で、次ブルーノのね、この電化製品屋さん、電化製品大好きやん、うんうん、もうここのめっちゃかわいいんやよ。ここ良かったね、うん、だ、色がね、絶妙なんよね、うん、すごく。そうやね、そう、だから長男が引っ越すとき、もし一人暮らしするときはここで揃えようと。ああ、ドクターマーチ、ドクターマーチ、のぶさんの好きなドクターマーチ、うん、クリスピードーナツ、これも目当ての一つやったよね、うん、これ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 、スタバね、スタバのピーチ、なんていうの、ラブ&ピーチ、そう、ラブ&ピーチ、美味しいよね、うん、よかったね、ピーチのあってね、うん、2年ぶりぐらいかな、ピーチ、あ、そうか、うん、去年は飲めんかったんや、うん、美味しい、最高、美味しかったね、これ、美味しかった、うん、これ作りたい、作りたい、作れるよ、作るか、うん、もう買ってきて、うん、はい、今回はね、食べ物をいっぱいお土産に買いました、うん、服とか何も買わんかったね、買ってないね、何にも買わなんだね、なんかもう暑くてさ、うん、そう、もうほんとそうなん、それに尽きるね。だってさ、試着はできんしね、暑いから。しかもさ、帰るのめっちゃ早なかった、早かった、12時、1時ぐらいか、うん、1時ぐらいにもうね、うん、家へ向かいました、うんうんうん、もうしんどくてね、もう歩けんかった、あれ以上、そうか、ほんまに歩けんかったよ。あ、でもね、偉かったけどね、偉かったやろ、さすがののぶさんももうさ、もうええでって言ったやん。あららちゃん、あらら、1日ぶりの再会です。ララちゃんが喜んでくれてます。
ね、だら興奮しすぎてなんかもうペロ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 本当に可愛いね、愛情表現が、ね、素敵ですね寂しかったね、だら、はい、買ったものの紹介していきます、うん、クリスピードーナツね、これこれさ、このセット結構お土産で買うこと多いって言ってもそんなに買ったことないけど、買ったことない、はい、さあさあどっちから、こっちから、はい、あこれ普通の、普通のおいしい、うん、一つはもう車で食べました、うん、ね、これこれこれめっちゃ可愛いな、うん、すっごいテンション上がる、これもらったら嬉しいよね、ええー、ね、うん、でも唯一あれがあの普通のが入ってないんやよ、だから普通の買わなあかん、ああね、このお菓子、ね、これめっちゃ好き、うん、これドライブイン限定で、そう売りないもんね、んけど昔はさ売りやったやん、そうそうそう、駄菓子屋さん、駄菓子屋さん自体がさもうなくなってきたからさ、うん、もう売ってなくて手に入らなくて、うん、あの唯一ねこれ売ってるドライブインがあって そこで買います、いつも買うよね、あっち行ったら毎回買うで、これパンダエクスプレスっていうアメリカ発の中国、うん、中華料理なんで、うんうんうん、だから結構ワイルドな感じ、うんうん、そうやね、うんうん、中華にワイルドさをプラスしたような、そうそうそう、感じやったよね、アメリカ人が考える中華なんかなでも人気あったよね、ここ人気あった、すっごい人気あった、うんうん、でもなんかさ、選ぶのも楽しかった、3つに、ね、3種類選べて2種類とかあるし、今回はベースがチャーハンと焼きそばに2品おかずを選ぶっていうような、うんうん、1品はなんか大人気のオリジナルチキンっていうような、オレンジチキンじゃなかった、うんオレンジチキンでしたねケンタッキーじゃないです確かにあ、名前忘れたやろ、あ、ブールブールアンジェアンジェは覚えたね、ブールアンジェじゃなかった、ボールアンジェ、ボールか、ボールアンジェだったっけ、うん、ここさ、うん、あのこれ明太子と大葉のフランスパン、これノブさんが好きな、なんかクリームが、はいはいはい、カスタードやったかな、カスタード、あー最高やね、うん、どっちやったかな、忘れちゃったけど、美味しそう、うん、ここはね、あのクロワッサンが有名みたいやよね、そういやよね、うん、うん、であ、これこれ、あー美味しそう、これさ、何気に2つ私食べてんや、そうやろ、俺食べなんだ、なんでかって言ったらめっちゃ美味しかった、マジか、めっちゃ美味しかった、食べてない、びっくりしたん、1個食べた時めっちゃびっくりして2個食べた、そういえば食べてないと思った、言わんかった、もう本当にね、理想やった、あ、これこっちょチョリソー、ね、チョリソーの、これはまあ食べた、ね、うん、まあまあまあ、そうやね、うん、おー、ちょっとそうや、クロワッサン食べたかったな、これすごない、メロンパンってなんかザラメでもないけど、うん、なんかちょっとドドリアの頭みたいなメロンパン美味しかったこれもちょっと食べたで、これ食べたろ、それは残しとる、4分の1だけ残った後、うん、本当に美味しかったクロワッサン、だからここのクロワッサン見つけた時は絶対買う、あんまでも見やんよね、見やんよね、ここしかないんかな、分からん、どうまた調べてみよう、美味しいもん、あでも出来たて食べたかったかもね、そうそう、行った時まだ出来たてっぽかったもんね、じゃあ朝、そうそうそう、朝ね、そう、うん、でじゃーん、これ ね、食べ放題しゃぶしゃぶのところで見つけたハーブティーのポットめっちゃええって言ってね、うん、もうノブさんに語り合って、そうそう、あので楽天でも、うん、あのもうすぐさま探して、あの楽天ルームに入れたん、うんうん、そしたらね、お会計のところでね、そうそう、あ売りやったんよね、これびっくりしたね、びっくりして買った、うん、で普段だみかこんな黒いのら絶対買わんのに、うん、もうこの機能が良すぎて、もう最高、何があってさ、うん、あそこのさ下に網がなくて上のとこに網がついてる、うん、で次の日朝これやったんや、見てないやろ見てない、初めて見た、これは
これは。はい、めっちゃ美味しかった。何これ？これ何これ？これはあの明太子の。ああ、はいはいはい。食べたやろ？あ、食べた食べた。これこれこれ。あ、クロワッサン。本当に美味しかった。マジで。あのね。サクッとするし、バターの風味もちゃんとあるし、あのサクだけじゃあかんねえよ、私は。バターがしっかりこう練り込まれた感がわかる、クロワッサンじゃないか。これ全部満たしたわけね。満たしたわけ。あ、そう。メロンパンやけど、そんなになんかこう、さ、外側サクッとしてるね、しっとり系。あー、俺も焼かんで食べたからね。焼いたらさ、これ外溶けてパン粉なの。これ、次男のお土産です。そう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 。岡山の倉敷市っていうところを見聞したって言ってた。そう、滋賀県で練習試合して、そっから岡山行ったよね、うん、そう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 、うん、そこでね、時間が空いたからこうやって観光してくれて、ね、そう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 、本当にね、ありがたいですね、うん、めっちゃありがたかったよね、ほんまにね、もう、うん、ほぼこれ、次男食べやったけど、お土産って、自分へのお土産やったのね。そうやね、私らじゃないやと思う、自分俺は食べたけどね、うん、いくつか食べたよ、食べた、うん、ララちゃんね、カットしました。この日ね、カットしたてで、もうカットした日ってほんとぐったりした、疲れるんやろね。そう、疲れるんやろね、ララね。めっちゃ寝てました。ほんまにいつも疲れてあるよね。最後までご視聴いただき、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もしこのね、パターンがいいなと思ったら、グッドボタン、高評価していただけると嬉しいですね。はい、次回の動画でもお会いできますように。ミカでした。ノブでした。